サッカーになっていいです、雰囲気を楽しんでください。なんでそんな前向きに、ずっといけるんですか。今日僕は疲れて昼寝して1日終わってしまいました。あ、そういう時もあります。特に、20代前半の頃とか10代の頃はなんか昼寝したら3時間ぐらい寝てしまったようなこととか、でも晩飯近くなってたようなことあります。でそれを認識してるってことが僕大事だと思います。それでやってしまったなって思って、もっとうまく自分より時間を使ってる人間がいるんやなって分かってることが大事で、それを分かってないと改善しようもできないので、そこで反省して、どうやったらそういう人たちと肩を並べられるように自分もこう時間の使い方がうまくなるのかみたいなのをこう考えてやっていくのがいいかなと思います。本田選手いつも応援しています。明日までにやらなければいけないことがあっても、明日の自分が何とかしてくれると甘えてしまい先延ばしにしてしまう癖があります。そんな自分を奮い立たせるメンタルコントロールを教えてください。あのね、みんなそうなんですよ。みんな明日に回すんですよ。でそれに勝とうと思うとずっと負けるんですよ。だから無理して勝たないくていいやり方を見つけるんですよ。でそれは自分の性格をちゃんと理解することですよね。で僕やったら夜が苦手なんですよ。だからそういうやらないといけないことは朝早く起きてやろうとか、そういうふうに工夫するわけですよ。環境を作っていくんですよ。だから自分の不利な状況に持っていかないことが大事です。頑張ってください。将来成し遂げたいことのために現在進行形で3つほど仕事してますと。どの仕事も本質的にやるべきことは一緒だと思っていますが、なかなか全てに全力を注ぐことを難しく感じますと。なるほど。本田さんは全ての仕事に対する姿勢がプロフェッショナルだと感じます。まあ何やろな、多分時間的な関係じゃないですかね。時間は有限なんで、3つのプロジェクトやっても多分3つ同じ時間使うことはできないと思うんで、いい仲間を見つけて任すとこはしっかり任して時間配分する、そこじゃないかなと思います。